開演。どうも、本日はこちら伊藤園さんの深出し煎茶つや緑を飲みたいと思います。これがおすすめの飲み方らしいのですが、うちには急須はないので、こちらのティーポットに対応したいと思います。では、まず中身を入れてみます。中身はこのように、多分このように、お湯を注ぎます。しばらく待ちます。待ち終わりましたので入れてみます。では飲んでみます。まろやかです。な旨味が口中に飲んだ瞬間に広がっていて、ペットボトルの緑茶などとは全然違う美味しさがあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。和菓子食べたいな。チャンネル登録をお願いします。